はい、サディガーダジャハオチカです。はい、今回はですね、プーケットにある日本のね、ラーメン屋さん、日本のじゃないですけど、まあタイ人がやってると思うんですけど、日本の味の日本風の日本式のラーメン屋さんをちょっと紹介したいと思いますので、行ってみましょう。よろしくお願いします。あれ？あれ？いるじゃないですか。奇遇ですね。そうだね。ラーメン食べる。ラーメン。大輔さんラーメン？そうだね。うわ、ちょっと相席していいですか？いいよ。あ、すみません、お願いします。いや、なんだ、奇遇だな。じゃあ僕は何頼みましたっけ？これ豚骨スペシャル。豚骨スペシャルのキクラゲをトッピングして。ああ俺でもスペシャルラーメンでいいかな。青スペシャルラーメン。スペシャルスペシャルラーメン。トッピング飲み物。ソーリー泡にグレープフルーツチャイカ。スペシャルラーメン。スペシャルルーがないですね。スペシャルラーメン。ラーメンは水が欲しくなる。確かに女の人に人気そうですね。もうね、すごいこれ口につけて飲めるし、ストローさせるし、どっちでも二刀流ができるっていう。多分感染症対策みたいなやつで、これプラスチックにも入ってる。このアクセサリー部門はチリ七味の香りですね。醤油、ラー油じゃん。ラー油ですね。うわ、すげえ、まん丸ニンニク入ってる。お酢で、そうだね、やば。はい、今ですね、ちょうど平日のお昼のランチタイムに来ています。ラーメン屋さん青神ですね。で、店内でね、偶然僕の友達のバッキーさんがね、おったので相席させていただきました。で、まあプーケットのこのプーケットタウンの中にあるんですけど、まあこの青神のラーメン屋さんの近くにですね、何店舗かまたラーメン屋さんがあるんですよ。ちょっと僕はラーメンストリートと呼んでるんですけど。これスペシャル。はい。カップ。天気。小分カップ。すごい。こちらも編集が大きい。あ、これトッピングのキクラゲこんなにくれるの？あ、トッピングのキクラゲ。写真載ってなかったのに。大きいっす。載っててくれるのかトッピングしなかった。でこんなにこれあげるよ。ハムハムで、あざっす。おい、これちょっと豚骨系ですね。結構もうすでにガーリックが効いてる。入れなくてもいいと思う。これ日本人のオーナーですかね。どうなんやろ。タイ人って言ってるけど、こんなでも日本っぽく作れるんです。チャーシュー、チャーシュー美味しいです。いや、ラーメンボリュームたっぷりですね。これやったらあのドンちゃんもめちゃめちゃ気に入るでしょうね。ドンちゃんなんかこれペロッといっちゃうでしょうね。このラーメンこんなボリュームあってもうまいっす、うん、美味しいです。角煮とか問答病に美味しいよ、うん。いや、プーケットにも日本風のラーメンが食べれる時代になりましたと、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、食べ終わりました。ごちそうさまでした。こっちのラーメンはどうなんだろう。